はい、今回の動画は前回の訂正みたいなもんです。このボッティチェルリのヴィーナスの絵ですけど、前は二枚貝だったのが一枚貝になってると。前はこうあって、こうあったんですよね。で、この服もね、前着てたんだけど、着てないと。問題は、この絵が、絵が下手くそっていうことです。あまりにも絵がね、絵の絵がおかしいですよね。下手ですよね。笹原俊二も言ってましたけど、マンデラエフェクトで、過去のね、情報が変わってるけど、絵なんかもうみんな下手になってる。確かに下手なんですよね。これが一番のね、問題だったんです。この腕でもなんかおかしいですよね。下手ですよね。この腕もちょっと下手ですよね。で、なんでだろうかってことなんですけど、宇宙の軸が変わった時に、自動的に変わったっていうのもあるんですけど、それにしては絵が下手すぎるってこと。だから、私が考えたのは、宇宙人が、地球のね、運命というか軸を変えるときに、こことここの因子を変えれば軸が変わるっていうかね、運命が変わる。そういう時に最低限の軸ばっかりやったもんだから、例えば、80% の完成度であればいいんですけど、60% ぐらいの完成度で、軸を変えたもんだから、雑なんですよね。それがこういうところに現れてるんじゃないかと思うんです。前回の動画で高評価ね、5件いただきまして、本当にありがとうございます。私の言ってることなんてね、本当になんていうかさ、普通の人から見たら、全くね、アホな妄想とか思われて、もう仕方ないんですよね。まあ、ちょっとね、理解してもらえる人は本当に少ないと思うから。ただ、この貝の絵はね、下手すぎますよね。何かおかしいですよね。とりあえず以上です。ありがとうございました。